話には聞いてましたけど、創薬センターもなんか大きい組織の一部なんですってね。医療システム産業開発機構でしたっけ。ああ、さっきからずっとその敷地は知ってる。あるとこにはあるんですね。すでにこれだけ立派なのに、例の新薬でさらに予算強化ですよ。どうです、前と変わりないですか。ああ、ちょっと待ってくださいよ、八神さん。何緊張してんだ。お前は俺のお供でいりゃいいんだぞ、八神。八神さん、もう置いてかないでくださいよ。どうかしました。いや、3年前と変わってなくてね。はい。ここは時間が止まってたみたいだ。八神さん、行こう。あそこに受付がある。 That was weird。 よ、お約束でしょうか。いえ、源田法律事務所の星野と言います。こちらは同じく八神。昨日神室町で起きた殺人事件のことで来たんですが。は？新谷といううちの弁護士が事件の被害者でした。え？彼は亡くなる前こちらへ電話していたようなんです。その相手がどなただったか調べていただけませんか。申し訳ございません、そういった個人情報にはお答えいたしかねます。なら、センター長の木戸さんと話せますか。以前お会いしたことがあります。弁護士の八神といえば分かるかと。ま、八神さん、あれ木戸さんですよね。And who's the suit? He never looks pretty happy standing next to him.加減、あとはそっちでやってもらいたいんだけどね。うちはもう事件のこと全部警察に話してるんだから。いや、センター長、ごもっともなんですが、どうしてもこいつが事件の現場を見ておきたいというもんで。ま、手短に済ませますよ。調子いいこと言わないでください。俺は納得いくまでやりますよ。あの大久保って男、まだ犯行を認めてないの？いや、往生際の悪いやつで。だってあいつの自供した場所から死体が出てんですからね。でしょ？ならパッパと裁判やっちゃってよ。ったく、出入り業者のおかげで本当いい迷惑なんだよな。大臣からも早く収めろって矢の催促でね。大臣と言いますと厚生労働大臣？当たり前でしょう。うちの予算は厚労省から出てるんでね。
センター長、ポイントになる場所さえ教えてもらえればこっちで適当に見て帰ります。どうぞお構いなく。勝手にうろちょろされたくないんだよ。だからあとは彼女が案内する。寺沢君、こちらは弁護士の新谷先生と八神です。寺沢です。よろしくお願いします。じゃあ私はこれで。ありがとうございました、センター長。わざわざ申し訳ありませんでした。それでは枠さんの病室からでいいですか？枠さん？被害者の患者さんですよ。ああ、そうだったな。うん。で、君は寺沢さんね。若いな。下の名前は？私も忙しいので。ああ、行きましょう、新谷先生。なんか不愛想な子だな。俺らは歓迎される立場じゃないってことです。せっかく苦労して弁護士になったのにゃ、たまにはチヤホヤされてえな。 What the hell is going on? 少し歩きます。 You say so. この先がセンター付属の入院棟で、4階に枠さんの病室があります。こちらが枠さんの病室でした。あちらは？そっちの奥は開発研究棟です。新薬の開発をしている。ああ、ゴールドのカードキーがないと入れません。私も持ってませんけど。ゴールドの？一応うちのセンターの心臓部ですから。じゃあ向こうは厳重なセキュリティで守られた別世界ってわけか。行くぞ、八神。 On the fourth floor, huh?亡くなった枠さんはこの個室に入院されていました。それはいつ頃から？2年前です。アルツハイマーで。認知症ってことね。アルツハイマーはいくつかある認知症のタイプの一つです。ただ認知症の7割はアルツハイマー病ですから。やっぱり似たようなもんだろ。よし、じゃあ八神、好きなだけ調べていけよ。Are you fucking kidding me? Mr. Meow? Mr. Meow?There is not a cat inside this room. There is not a cat inside this room. No. I refuse to believe that. Ceiling cat? It's gotta be out here somewhere. どこだ？Mr. Meow. What? Oh my god, I can barely see out there.I know you're somewhere around here. What? Nanda. Oh, look, a cat. All right, let's have a look. Not really much to look at. どこだ？ん？この個室、被害者が亡くなってから他の人は？誰も使ってません。患者は事件当日の朝ここから消えていたんでしたね。ええ、殺害されて運び出された。
私には分かりませんけど、多分。Working on assumption. How is his body carried outside? Should look a little closer. なんだ？窓は羽根殺し。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。怪しいな。この窓なら廊下からもこっちが見えるな。もし部屋の中に異変があればみんなすぐ気づく。スタッフが少ないのですぐかどうかは。廊下はよく人が歩いてますけど、認知症患者の方がほとんどなんです。なるほど。廊下からだとどんな風に見えるのかな。部屋に異変があれば廊下から見えるか。部屋の中はもういいだろう。十分だ。そうですね。I guess.病室の様子、廊下からもある程度わかるか。新谷先生、ちょっとベッドに寝てみてくれます？おう、ベッドに寝りゃいいんだな。じゃあほら、せっかくだし、寺沢ちゃんも一緒に横になってみよっか。ちょうどんだよ。寝てる人の顔は見えないな、病室の外からじゃ。はあ、なあ、別に新しい手がかりなんてなかったろう。いえ、現場見なきゃわからないこともありましたよ。もう事件から日が経ってるし、警察もやることやってんだ。大久保新平は黒だよ。本人は無実を訴えてます。でも事件を整理してみりゃその可能性は相当低い。一度事件を振り返ってみるか。 Sure, why not? ここで一旦事件を整理してみます。おう、望むところだ。よし、いいか。被害者はこの病室の入院患者だった枠浩一、66歳。事件当日の朝8時半、ナースたちが枠の不在に気づいた。枠は認知症患者で、初めは院内のどこかを徘徊しているものと思われていた。しかし見つからず、夕方には捜索願いが出されている。ええ、認知症患者が人目にも触れず一人で外へ出たとは考えにくい。そのため警察は枠が何者かに連れ去られた可能性に注目。センターに出入りする車両を全てチェックし、浮かび上がってきたのが出入りの理念業者大久保新平だった。その後大久保は枠の遺体を山に埋めたと、その場所を自供。被害者が病室から消えて3ヶ月後、ようやく奥多摩山中で腐敗した遺体として発見された。死因はおそらく窒息死。ただし詳しくは特定不能だ。ここまでで何かご意見は？八神先生。ありますね。大事な情報が抜けてます。なんだよ。大久保君は殺しについては無実を主張。認めたのはあくまで死体を山に捨てたことだけです。Yep. That makes sense. Here's what it is, I think, guys. I don't know if I've got it, but I think I might. And it's not spoilery because it's not revealing any identities because we don't know any identities. Here's what happened. His bedroom is right next to the fucking into right next to the doorway that leads to the connecting bridge that heads into the actual like.Super high tech security fucking R&D building, right? They get him, someone who's already suffering with high grade dementia, right? They just wheel him from his room
into the fucking center, they test on him and shit with this experimental dementia drug, it goes horribly fucking wrong, they end up killing his ass, and they're like, yo, you, laundry man, you, fucking take this body, get rid of it, alright? Make sure this doesn't get found again, okay? And, but the body does get turned up by, I don't know, I forget how it was turned up, maybe by hikers or something, it was turned up, okay? And so the fucking company, the ADDC, is like, fuck, shit. Okay, I guess, just plant it on him, right? And so he goes into it, and he's like, oh, shit, I didn't do it. Yeah, I got rid of the body, but that's because I was just told to, man. I'm just a laundry guy, what the fuck, right? So that makes sense, okay? And because Yagami's such a fucking good detective and lawyer, he fucking gets him off, right? He gets him off. But then this is where it gets squirrely. Does the ADDC then somehow, for some reason, get revenge and kill his girlfriend and make it look like it was him so that it does go back to him as being the killer so that they're clean and there isn't an investigation being conducted inside the ADDC thinking that the ADDC are the fucking killers, right? Maybe that's why they made it look like though he killed his girlfriend and shit. And that's why he looked confused. And that's why he looked fucked up. Shinpei is innocent. He didn't do shit. ADDC is on some next level crimes. If I budge on that, I'd be admitting Okabu-kun did it before the trial even started. Ah. 大事なことといえば、奴が障害の前科持ちってのもポイントだな。恋人を殴って指の骨を折った。それは6年も前の事件です。酔って気が大きくなってたし、まだ10代のガキだった。ガキなら女を殴ってもいいのか？いえ。法律が許しても俺が許しませんね。だろ？ただ、それで大久保君が今回も有罪っていうのは乱暴すぎます。事件当日のことを大久保はこう言ってる。病棟からシーツを回収してセンターを出たのが午前10時。その時いつの間にかトラックの荷台に被害者の死体が紛れ込んでいた。誰がそんな言い訳信じんだ。だからまず弁護人が信じなきゃ。あのな、この後また大久保と接見だろう。そこで無罪は無理だってはっきり言ってやった方がいいぞ。もうここはいいですか。次は大久保のトラックが止まってた駐車場を頼むよ、寺澤ちゃん。資材の搬入口だっけ。事件に絡んでいる場所はあとそこだけだ。搬入口の駐車場は地下になります。 But that still doesn't explain the mall. That doesn't explain the mall. Unless I'm going on some wacky fucking, you know, stretch the imagination action story here. Okubo Shinpei is wronged not once but twice, and he's had his girlfriend murdered. And as a result, he vows revenge. He breaks out of custody. He's on the run now. And dugga dugga dugga. Now he's going around popping eyes out of people's heads in some weird fucking, you know, revenge message sending bullshit. I don't know. That let's not get too far ahead. Oh man. This is fucking trippy, dude. How fucking pretty is this game, though, to be fair? Everything is so, so realistic looking. I love it. I think we've pretty much got Okubo Shinpei's, like,situation with this dementia victim and with his girlfriend. I think we've got that more or less correct. It all fits.
you know? Yo, Yagami. お前、張り切りすぎると持たねえぞ。刑事弁護は本当、信念っつうか正義感、そういうのが試されんだ。あんま金にもなんねえのによ。なんか人聞き悪いっすよ。いいからほどほどにしとけって。経験豊富な先輩のありがたいお言葉だぜ。Yeah, but you didn't last as long, did you, mate?普通の地下駐車場だな。ここ病棟の被害者をトラックへ乗せるとしたら必ず通りますね。そうですね。おう八神、これ見ろ。リネン業者がシーツを回収するときはこのランドリーカートが使われる。大久保は事件当日もこいつで病室を回ってた。で、この中になら被害者の死体を隠して運び出すことができる。確かに。事件の日、大久保君のトラックが止まってた場所は？Let's have a look.Oh, wow. No! Maybe I need to talk to Shintani again. トラックはこの駐車場でエレベーター側に尻を向けてた。そいつを再現したのがこれだ。なるほど。車両は2トントラック。その荷台から被害者の体液が検出されている。つまり遺体がそこにあったって証拠だ。そいつを突きつけられて大久保は死体の息を認めた。 Yeah, again, he admits to transporting a dead body. I know that's not a good look. That doesn't necessarily mean he's the killer. 最後に被害者が目撃された時間は？朝8時よりは少し前だったはずです。ああ、7時50分だ。創薬センターの研究員が証言してる。ベッドに寝てたじいさんを見たってな。なるほど。その目撃者から話は聞けますか？いや、アポ入れたが断られた。これ以上研究の邪魔してくれるなとさ。いや、そこをなんとかってわけには。弁護士が証人に面会の強要はできねえんだよ。下手すりゃ証人威迫罪だ。諦めろ。分かりましたよ。じゃあ7時50分に被害者は間違いなく目撃されていたと。8時が朝食の時間で、自力で立てる患者さんはデイルームに集まってくるんです。でも枠さんはその日8時半になっても来ませんでした。みんなすぐに見つかると思ってたが、実はもうじいさんはフロアのどこにもいなかった。ええ。いいか、じゃあここでまた一旦事件を整理するぞ。Sure, let's hear the great Shintani Sensei has to say. 病室からじいさんが連れ出された時刻は、最後に目撃された7時50分から周囲が騒ぎ出した8時半までの40分に限定される。その時に大久保は何らかの手段で被害者を窒息死させると、その遺体をランドリーカートへ隠した。誰もシーツに紛れて死体が隠されているとは思わない。そしてこの作業ができたのはランドリーカートを押していた大久保だけだ。事実、そのトラックからは被害者の体液が検出された。大久保は警察の取り調べで奥多摩に埋めた遺体の在りかを自供。事件発生からおよそ3ヶ月後に枠老人が死体で発見された。なあ、もう十分だろ八神。お前が入れ込んでるのは分かってるがよ、まず無罪は諦めろ。話になんねえ。
大久保くんがやってないと言ってるのに。俺はとことん付き合うって彼に約束したんです。知らねえよ、勝手な約束してんじゃねえ。なら俺一人でもやります。新谷先生に迷惑はかけません。俺がよくても源田先生の名前に傷がつくだろうが。だから依頼人が無実を訴えてるんです。だったらやるしかない。俺は先にロビー戻ってるぞ。あの、よかったらもう一度さっきの病室見てから戻りますか？いいんですか？あ、助かります。Here I am again. I don't really see anything out of the ordinary, though. あの、これでもう終わりですか？Damn it! Yeah. There's gotta be a reason to be here. Why would she take me back here? 窓ははめ殺し。枠さんが窓から抜け出したってことはないな。被害者は事件当日の朝までここにいて消えた。部屋に異変があれば廊下から見えるか。 What was the point in bringing me back here? What the fuck? Oh no, I feel like I'm missing something. Fine. ええ、もう一通り調べたと思います。まだ何か。Oh, she got something to whisper to me, dude. Behind closed doors. She heard some shit. She saw some shit. 大久保さんはどのくらいの罪になるんですか？え？もし有罪になったら。10年とか、もしかしたらもっと。正確な予想はつきません。じゃあ、もし罪を認めたら、大久保さんの刑期は短くて済む？裁判長の心証は良くなります。無罪と言い張るよりは。それでも八神さんは無罪を主張するんですか？負けて一番苦しむのは大久保さんなのに。彼が本当に無実なら勝てますよ。と言っても俺は今回が初めての刑事弁護なんだけど。え？民事だと勝ったり負けたり、少し負け越してるかな。そうなんですか。今回の事件、賢い弁護士ならまず無罪は主張しないそうです。でも俺はこの程度の弁護士だからこそ、本気で無罪を取れると信じられるのかも。寺澤さん、もしかして大久保君と親しい？話をしたことはあります。もちろん私もこのフロアのナースですから。じゃあ、あなたから見て大久保君はどんな人？ごめんなさい、センター長からは余計なこと言うなって。待った。もし事件のことで何かあれば連絡を。俺は大久保君のために全力で弁護します。でも勝つためにはもっと大勢の力が必要なんです。多分寺澤さんの力も。